あなたの未来ある時は鉄工所の親父、またある時はラジオのパーソナリティ。そんなヨッシー清松が、その豊かな経験と人生哲学で、あなたの明日をクリエイトヨッシー清松のあなたの未来始まりまあ 富田県で一番有名な社長吉木昌夫です。せーの、い,いねイエーイ！皆さん、こんばんは。アシスタントの松本久美子です。はい。 はいえー、10月になりましたねこんばんはということでいきたいと思いますがこの番組冒頭にいつもねッ、はい、シーにここで会えますよっていうのをご紹介してるんですが今日はですねもう来月のことになりますヨッシーいろんなところで講演してるんですが来月ですね11月1日に京町総合鉄工株式会社で月初め月初の朝礼があります。 はい、七、はい、時五十五分から八時半までということですので、是非、はい、ともあの無料で、あの誰でも参加できますので、是非とも皆さんいらっしゃってください。そして、あの最近倫理法人会さんでのモーニングセミナーがもう。そうですね。恒例行事ですね。ええ、まあ、行くと、まあ、そこに出席されている方がうちで、えー、どうぞ話してくださいっていう話がき。 ね、そういういうにどどんねご縁がね広がっていきますので、うん、え今度はですね11月の30日来月の30日に鶴崎ホテル大分市鶴崎の鶴崎ホテルで大分臨海倫理法人会さんこちらのお話があります,す、ね、まだ先なんであの題名とかどういうお話するかって決めてませんけども、うん、まあぜ,ぜひともお近くの方おいでくだされば幸いです、はい、さあそしてですねこのの番組あの ちょこちょこプレゼントっていうのをね、ね皆さんにお伝えしているんですが、ちょっと前になりますが、大分トリニータの応援ソングをですね、作られて CD にされました、シンガーソングライターの中村慎吾さん。はい、この CD プレゼントということで、早速あの、ご応募いただいております。うすもうこの方当選にいたしますからね。はいはい、はい。えー、大分市にお住まいのラジオネーム、 パピヨンさん、おめでとうございます。はい、ええー、トリニータのために、中村慎吾さん、すごいです。頑張ってください。ということでメッセージ、はい、召し上がっいただきました。あ、おめでとうございます。はい、あの、まだ、あえっ、ー、と、全部で10、10、枚、はい、ええー、用意してございますんで、はい、えー、まだ、まだまだ、あの、皆さん、ご応募できますんで、はい、えー、できたら、あの、ホームページから入って、えー、まあ、この番組を選んでもらって、慎吾さんの CD 欲しいよ、 プラス、ヨッシーさん素敵とか言うね。<laughs> <laughs> そんな風に書いていただけると、はい、嬉しいなと思います。はい。あのー、ね、全員分、もうすべて差し上げるまで続きますので、はいでね、締め切りがない。ええ、<laughs> うん。先着10名様に、はい、お渡しします。はい。どうぞどうぞご応募ください。よろしくお願いいたします。はい。どうも。続いて後半は、ヨッシー清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きして、 スペシャルトークをお送りします。ゲストさん、いらっしゃいさて、今日のお客様は、痩せ馬本舗田口かしほ、専務取締役でいらっしゃいます。 田口子さんです子ちゃんいらっしゃい。よろしくおというか、なんか、立場逆転してしまったのがね、懐かしいですよね、ずっとね、僕が最初、ラジオ始めたと時に、ずっとこう、パーソナリティで僕から話を引き出す人だったんですよ。僕今日引き出さないいいとけななので、もう私、今日はお客様ということで、聞かれたことにだけ答えて、気楽です、とっても。 田口さんといろんな番組で活躍されまして、うね、もうあの FM 大分さんにはね、うん、なくてはならないパーソナリティということで、もうねあの、おなじみのハイカラ食堂、こちらを先日、ラスト、ね、ということで、はいね、終わったんですよね、ね卒業いたしましたご苦労様でしたもう、もうこういう世界はもう完全に足を洗ったっていう感じじゃないですか。<laughs> <laughs> 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 そうなんです、もう、あの、今、妊娠してまして、えー、で、それを機にということで、ハイカラ食堂も卒業をしたんですけど、はい、まあ、出産後は子育てと、で、家業のこの野生魔ンポの仕事に専念しようということで、ラジオパーソナリティは卒業という,ふうに決めました<う>いつ生まれるんですか 12月の頭に出産予定です。どうですかですねえ。もうなんか嬉しいですよね、こういう方聞くとね,ね。もうね、英子ちゃんね、僕の、えー、次男の結婚式の司会もしてくれて、はい ね、で、えー、エコちゃんの結婚式にも僕行かせてもらってですね。はい、あの、覚えてます僕、あの、プレゼントしたの結婚式に。もちろんです。<laughs> あの、マイセンの高級ペアワイングラスを、うん、プレゼントしてくださいまして、はい、で、その時に、ま、メッセージを添えてくださってたんですけど、うん、あの、赤ワインと白ワインを、まあ、こういうタイミングの時には赤ワイン、こういう時は白ワインって言って、ちょっとね、これ以上話すと時間帯的にあれかな。いや、大丈夫です,よ、ね、大丈夫ですか、うん なんとなく、はい、<laughs> あの、これね、あの、実は今日あの、お腹に子供がいるんですけども、<laughs> このお腹の子供多分マイセンのグラスで,で生まれたんじゃないかって僕は思ってあの時のあのワインがね <laughs> っていう、いや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 。<laughs> というのはね、あの、これ、えー、英子ちゃんにプレゼントしたメッセージに書いてたんですけども、今日今日その日かなっていう時は、赤ワインを出しなさいって、で、男性側が、それが、 あ僕もタイミングだっていう時は飲み干すんだっていう。 で今日タイミングじゃないなっていうときは白ワインを出すんだっていうイエスのお枕的なねあ気をまつけてずっと行ってこられたこと<笑><笑>いやうち,とうちは全然ないんですけども <laughs> あのプレゼントするときには必ずそのメッセージ添えてグラスと一緒に渡すっていうのが僕決めてたのでなのでお手紙とプレゼントいただいても,もちろんねあの夫にも報告して、うん、<laughs> でこういう内容だったよって読ませたらちょっと苦笑,笑いというか、ね、<笑>失笑してましたけど。 <laughs> でも本当にね、公私ともに仲のいいお二人なんですけれども、うでね、でもう一つあってあのワイン、なんか喧嘩した時に、ワインを出されたら、もう喧嘩のことを忘れてしまいなさいよっていうメッセージもあったんですよね結構、こだれたことをね、<laughs> そうなんですよ、だからやっぱさすがこう粋なことをするなっていうのは。えーうん もちろんワイングラスもらっただけでもすっごく嬉しくてわーってなったんですけど、うん、その後お手紙をしっかり読んだ時に、ああ、なんて、まあ素敵なっていうかね、<laughs> 本当に素敵なメッセージを添えてくださってるなというふうに思いました。うん、そう添えてね、うんえー、出産間近ということなんですけど、さっきね、あの、清松さん奥様が FM 終えてギリギリまで働かせるやいやいやいや、<laughs> そんなことないですよ。まだまだね、あのー、それこそや、 ラジオの仕事は卒業しましたけども、うん、野生の本舗の仕事はギリギリまで <laughs> 続けていこうと思ってますので。はい、うでもごファンの方とするとね、これはお休みなのかなって、だからもう1年2年したらまた帰ってきてくれるのかなって思ってらっしゃる方多いと思うんですけど。 そういうふうな、あの、メッセージもたくさんいただいたんですけど、うん、まあ、本当はね、まだまだラジオの仕事大好きなので、うん、続けていきたい気持ちはあるんですけど、やっぱ欲張ったら良くないですよね、社長ね。そうですよね。欲張ってますよ <laughs> で。でも僕も欲張ってますよね。<laughs> 社長やりながらラジオやってるんですからね。なので、まあ、うん、子育てっていうのもね、加わってくるので、こう、しっかり、まあ、ね、自分の手の内に入ってるところだけで、握れないところを握ろうとすると、良くないかなっていうのもあったので。いやももととの 話を全然してないんだけどもともと僕、えー、ラジオのパーソナリティっていうか、ラジオで話させてもらうの時に、えー、おしゃべりでサタデーっていう番組に僕出てたんですよ、えー、でそのおしゃべりでサタデーの、えー、パーソナリティとして、田口英子ちゃんともう1個、米沢優香さん、はい、その2人の番組に僕、いつあのゲスト出演、毎週、まえーえー、毎月毎月1回ずつしてた。えー その時からの付き合いですよねで僕の会社を紹介するテレビ番組をあのおえびさんが組んでくれる時も田口英子さん、うん、え出てもらってね T 資格 <laughs> そ,うそうそうそう「キーグチ」木口「キーグチ」「エイコ」っていうアルファベットで隠れてるようで隠れてない紹介をしていただきました <laughs> そうですよねああ本当になんかあの,あの頃懐かしいなと思って,て、ね、いやもう本当になるので社長にはたくさんお世話になって、うん、でこうやってあなたの未来にもこうねあのきっかけというか節目のタイミングで出させていただけてありがたいなと思ってます,すいやあの「うん、おしゃべりでサタデー」は私はこの番組が始まる前に聞かせていただいてあこんなふうに今日松さん 社長のまあ取り扱い説明書できるんです,んですよ。きっと多分あの社長がいないところで私と優花さんと <laughs>、はい、あの松君さんで話せば盛り上がるんじゃないかなと思います。優子さんも入れてね、あの <laughs> 奥様も入れて。えだからどれくらいご一緒だったんですかね。そうですね。3年前ですよね。うんですね。うん。あのあの番組始めたのが。 えー、多分2月だったんですよだから 3, 3年前の2月ぐらいからずっと始めててもうただそれからだからもう4年ち3年半から4年近いぐらいの、うん、だからその間にその京町社長の息子さんも結婚されましたし私も結婚してで日取りも近かったんですよそうですねだからいろんななんか偶然というか重なって2週間後でしたもんねそうなんですへ、うん、えー お世話になりましたまあそのハイカラ食堂もねあれ,あれは何年ぐらいハイカラ食堂は3年で、うん、FM 大分でパーソナリティ自体は10年間うわーうーんなんかもう夏目未久さん的になんか聞いた人 <laughs> <laughs> うねこれ多いねやっもらいたいところなんですけど <laughs> いろんなやっぱりこう思い出ってねあると思うんですけど そうですね。なんか涙出てきた今。<laughs> いやー、えっと。<laughs> <laughs> いや、本当に、もういろんな経験をさせていただいて、<laughs> やっぱ。 振り返ると感謝の気持ちでいっぱいだなっていうところですけど、ラジオって楽しいなっていうのが一番なので、うん、で、今、野生魔本法でも仕事中もずっと FM オイターを流してるので、うん、これからはもう一リスナーとしてラジオにずっと関わっていきたいなとは思ってます。こんなこと言ってるけど、本当は裏でこういうことが起きてるんだわ、なんての <laughs>。も <laughs> う全部もね <laughs>。振り返ると楽しいこと、<え>思い出だけど、<え> <laughs> 一個一個は悔しい思い出しかない。<laughs> いや、そんなことは、まあちょっとずつ花が立ったりしたことも それはそうとあの、野菜うまサンディー、すごいですね、はい。ありがとうございます。はい、うここからはね、あのー、ちょっとね、会社の紹介を。うん、そうですね、もうあの、存分に宣伝をさせて、はいただ、はいた <laughs> <laughs> と思うんですけど、<laughs> あの、今年でですね、10月で、野菜も本舗自体が創業70周年を迎えることができまして、ありがとうございます。で、 長年、こう、地元で愛してもらってきている、その、文語メーカー野生馬という、郷土料理の野生馬を食べやすい一口サイズにアレンジした和菓子を作ってるんですけど、はい、その文語メーカー野生馬をもっと多くの人たちに知ってもらって、お土産品なので、日常的に食べるっていう機会があんまりなかったかなと思っていたので、<っ>日常的にもっと食べてもらいたいなっていうところで、野生馬サンデーというものを、こう、うね、70年のきっかけにもなればなというふうに思って、 で作りましたそうですあのねうちのねあの息子の結婚式の時に引き出物として皆さんに野生馬を持って帰ってもらったんですよ。<laughs> 評判良かったですよ。ありがとうございます、えー。社長、本当に引き菓子にも使ってくださって、<laughs> 本当にありがとうございました。いや、本当になんか親戚からあれ美味しかったよって、なんかみんなから言ってもらったんで、引き菓子にするといいですよ。遠くから来た人絶対喜びますよって。ありがとうございますえ、ね。これからも節目節目で、うんね、ぜひ、えー、あの、私のことを一生忘れずに。<laughs> <laughs> ちなみに今ラジオ聞いてらっしゃる方この野生山サンデーなるものですね。ちょっとどういうものか知りたいんですが。あの、野生山サンデーは、うん うちのその文具メーカーやせ馬は、きなこをあんにして、それを牛皮というお餅のようなもので、あの、包んでいる、お団子のような、お餅のようなこう食感の半生菓子なんですけども、きなこも大豆を自家焙煎、自家製粉して作っていて、こだわっているんですが、その手作りのきなこを、あ、え、きなこを使ったソフトクリーム、 きなこソフトから作りましてなんかあのアナウンサーやった時噛まなかったのに今日噛みますね <laughs> 社長お手柔らかにお願いしますもう引退したん、ね、<laughs> で。よでそのきなこソフトに野生馬をトッピングして黒蜜ときなこをかけているっていう、うん、そういうサンデーに仕上がってますイ、うん、ソフラボンいっぱい取れるねそうですよね,いいね もうな,なんか結構、あの、この前、OUB の番組かなんかで、有名人がこう、京都のお菓子を食べるなんていうのも紹介されてましたよね。あ、うん、そうなんです。なのでちょこ、チョコ、チョコをこう取り上げていただいたりとかっていうのはあるんですけど、ね、大分を代表するお菓子といっても過言ではないです。そうね。いやもうそういうふうになっていけたらなと思ってます。うん、ねえ、だからまあ、お土産品としてもそうだし、もう日常のおやつとしてもね。うん 食べていきたいなって思いますけど、どうですか生活って、このパーソナリティという部分がなくなった分だけ、はい、どこに今度その時間を持っていこうと。まあ、その分、やはり、こう、家業の野生魔本舗の仕事により力を注いでいきたいなっていうのはあるんですけど、もともとそのハイカラ食堂してた時は、朝、 から、夕方まで、安山本舗の仕事をして、夕飯の準備をして、その後ラジオの生放送に行ってっていう生活をしていたので、まあ、 イから食堂に行ってた時間が、ゆっくりできる時間に少しなるのかなっていうところと、そこにまた子育てが加わってくるので。いや本当、生放送をね、続けていくって、これ大変なことですよ。そうですよね。うん、何にもできないよね、ほんに。そんなことはね、<laughs> あれですけども。<laughs> ね、あの、僕ね、よく、あの、トリニタの僕、あの、スポンサーしてるじゃないですか。はい、で、時々誘うんですけどね、<え>あの、土日は旦那さんと一緒にいたいから。<laughs> <laughs> <laughs> い,い,ね、いつも断られるんですよねもう。めちゃくちゃ仲がいいみたいじゃないですかね。<laughs> いいじゃないですか。もうやっぱ <laughs> ワインの効果が出てるじゃないですか。ね、<laughs> でもやっぱ月間水木とこう週4で生放送があったので、うん、金土日はこうゆっくりこう時間を取れたらなっていうところとあと、まあ、最近はコロナ禍であれですけど、土日はイベントの司会の仕事が入ってたりとかっていうこともあったので、うん これからまあゆっくり少しできるのかなともうそういうも全部セーブしてしまうんですかこれからあの司会の仕事に関しては実はすでにこう結婚式の司会してほしいとか<あ>いろいろ言われてたりはあるんですけどまあできる範囲でどうしても私にっていう風うに言ってくださる方には答えていこうかなとは思ってはいます、ね、お友達とかねワー、うん、クライフバランス大変だと思うけど、うん、でもやっぱり頑張り屋さんですよねそうですね 頭いいんですよ、<や>本当に。とってもないです。すそれはね、うん、もうヨシーとの切り返しでね、うん、学ばせていただいたんすよ、<laughs> <laughs> 本当すっごいと思って。あの、あのーうん、けなしているようにしながら、こう持ち上げてるっていう、<laughs> うまいトークなんですよね。いえいえいえ なんかこう、<ー>バカ、バカにしたような言い方しながら、<laughs> いつの間にか、なんか最後、最後まで聞いたら、俺のことをなんか褒めてたよね。愛情ということでしたね。お願いします。<laughs> それ夫婦関係にも活かされてるんですか <laughs> <laughs> そういうことでございます。えー、もう本当にあの、いつまでもね、聞いていたいお声なんですけれども、うん、え時間が迫ってまいりましたので。でね、この番組、あなたにとって未来とはという質問で締めくくることになってます。英子ちゃんにとって未来とは 可能性です。おお、すごい可能性なの。はい、えー、まだ可能性って。 うん、そうです。やっぱ過去とね、他人は変えられないというふうに言いますけど、未来は自分の手で変えることができますし、うんうん、その未来の可能性っていうのは自分自身で作り出すことができるので、うん、まだまだ私もその、野生山本舗の仕事でやりたいこととかもあるので、その可能性を実現できるように努力していきたいなと思っています。そうか。すごいね。なんか全て持ってるような気がしてたんだけど、うん、それでも可能性って言えるんだから、ま、まだ上があるんだなーって。 ねえ美しく生まれてねいい声でなんか頭もよくって、うん、あのねえ野性の本性という大きな会社い, <laughs> いついつ否定ししようかなというの思いましたけど。<laughs> いやい,いつ否定してくれるかなと思って <laughs> 僕もうゆ。とりあえずちょっとだらきって,聞いてみようかな。 ね、でももう、お二人ともつまりは経営者ということに、ねね、なりますから、また違った意味での交流がこれからあるかもしれませんね。はい、まあ、工場増築折には、清本総合鉄抗、よろしくお願いいたします。社長の会社に頼めるくらいのね、大きな工場を作れるようになれたらなとは思うんですけども、かなり先の未来になると思いますが。<laughs> 可能性ですからね。そうです。<laughs> まあ、本当にね、えー、これまで FM 大分、リスナーの皆さんね、あのー、 勇気をいっぱいもらったと思います。最後にあの番組で、この番組からもですね、はい、皆さんに一言お願いします。はい。あのー、FM 大分のそのラジオ番組っていうのをたくさんの皆さんに愛し続けてほしいなというふうに思いますし、ラジオってすっごく素敵なコンテンツだと思っているので、のこれからもこのあなたの未来をはじめ、FM 大分の放送をずっと聞き続けていってほしいなというのが、ラジオに携わってた人間としての願いではあります。で、あとは野生魔本法のあの専務としては、<laughs> ぜひ手土産には野生馬を買っていただきたいというのと、野生馬さんではあは大分オフパの1階の八百屋さんで売っておりますので、はい、ぜひお召し上がりください。今日、たくさんの野生馬を持ってきてくれるのかなと思ってたんですけども。<laughs> 後ほどお渡しいたします。<laughs> <laughs> 最後まで名コンビでしたね。本当に、ね、体は大切にね、元気な赤ちゃん、本当に大い乗ってます、はい。ありがとうございました。うどうも。世のため、人のため、しそして己のために。 を社税として承認だけで成り立つ会社を目指します はい、えー、えー、エ、え、コ、ー、ちゃん帰ってきました。本当にね、あの、お,お,お腹も大きくなってね。ねえ、ねえ男の子さんっていうことでね。かわいいだ楽しみ楽しみ。いいねえ、ねご主人もね、いい男だしね,ね、えー。彼女も美しいんで、あの、いい子供ができるんじゃないかなと思いますよね。そしてね、さっきトークの中で、<え>よしご、あらら、あの、よしも本部によしも持ってこなかったのなんて<え>言ったじゃないですか。はいはい であの中ではおっしゃらなかったけれども帰り際にや やっぱりねすごいねちゃんとさりげなく置いてってくれましたよそうですねありがたいですねね文語メーカーやせ馬ということでこれ放送紙も私ねちょっとこれ取っといてねもうあのこれあれですよあのブックカバーにしたいぐらいねとてもねかわいらしいものでございましてねほんとお気遣いありがとうございましたはいやでもなんかちょっと寂しい部分もありますねそうですねもう FM でねええ子ちゃんの声聞こえなくなってもうほんとに FM の顔だったんでぜひともまたど どっかで、どっかのタイミングでまた戻ってきてお話してくれたら嬉しいなと思いますよね。はい。さあ、そしてこの番組ですね、うん、出ていただいたゲストの方、いろんなところで活躍されてまして、今行われておりますイベントをちょっとご紹介したいと思います。もういよいよですね、あさって10月5日までの開催となりました、大分別府アートウィーク。こちらにですね、アーティスト、北村直人さん、そして顔なしマジスさん。 絵画展ということで、そうですね。あのーはい、この番組で出てくれた福田雄策さん、あ、雄介、はい、さんも、はいえー、一緒にその三人展。 をやってますんで、まさに、もし行かれるタイミングがあったら、別府プ時はでやってますんで。はい、時キワ別府、別府 1>, 1階のセンターモールにですね、そうですね。す今日ね、僕わざ、あのー、川梨町に誘われたんでえ<っ>、えー、ここに来る前に行ってきたんですよ。ええ。あのー、絵を見てきました。はい、で、えー、ちょっと、まあ,あ、たくさん絵があったんですけども、あのー、中にね、あのー、 えと犬の絵を描かれている絵があって、待、うんまま、つってこう、ちょっとこうあ、どういうふうに解釈したらいいかなってわかんないよね、絵が。たくさん集中症中傷が、ね、ねね現在、現在アウトなんですけども、ねえー、そのあ犬の絵がね、すごく、あの、 えー、まあ本当に、あの、きちっとこうあ、具象的に描かれている絵があったんで、うんはいあ、こんな絵も描くの、マチスって言ったら、うん、マチスが、えー、いや、もうこんなこういう絵も描くんですよって言うから、だったら、あの、うちのアビちゃんっているじゃないですか、はいはい、あの、セントバーナードのアビちゃんの、 絵を描いてもらえんかなっていうふうにお願いしたとこを心よく描いていただけるっていうことになって、はい、あの、マシスさんそうやってこう、個人的にお願いすると、絵を描いてくれたりすることもあるんで、もしこんな絵描いてほしいなっていうふうに思ってる人がいたら、まあ、ぜひとも時はの、その斎場に行って、こんな絵、私、こんな絵描いてほしいんですっていう、直接お願いしてみるのもいいかもしれませんよね。うん いろいろなものにチャレンジされていてね、うん、なんか一つにこだわらず、幅が広がってるってすごいですね。で,すねで、今回ね、川、えー、マ真スは、絵画展は、アンビエントっていうことについて、なんか、テーマで書いているっていうふうに言ってました、はい、アンビエントって何って、分かん,ない、ね、わかんないですよねア、アンビエントミュージックとかいう、まあえー、そういう無作為の作為っていう。うん そういうことみたいなんですよね。えええー、例えばね、あの、ぼこれ僕の解釈で多分マッチの解釈とは違うんですけども、えー、マラスのセミの声ってうるさいじゃないですか。はい、すごくうるさいですよね。ええ、でも、えー、その、意識すればうるさい音が、そのセミの声って、いつの間かこう、なんか不可ことをやってると、えー、気にならなくなる。はい、これ、いわゆる無音がアンビエントではない。 ではなくて、うるさいながら、それが自然の中に溶け込んだ時に、アンビエント、まあ、いわゆる静かさになるっていう、はい、そういうことを、なんかテーマにしてるんだなって、僕、絵見ながら思ったんで、ど、まあ、どういうことかっていうと、カオナシマシスは、まるでこう、えー、タータンに、無作為に、こんな絵ができてしまいましたっていう、 形を取りながら、実は計算され尽くした、えー、こう、色の配色とか、うん、えー、例えば、あ、なんか、こう、絵の具を垂らしているような絵があるんですよね。うん、これも、垂らす、ただ単に、こう、無作為に、 垂らしているように見せながら、実はこういう意図を持って、えー、絵の具を垂らしていくんだとか、そういうアンビエントの絵っていう、まあ、新しい境地を彼女は開拓していってるんじゃないかなって、まあ、うまあ、ちと話しながら、そういう話を今日、 えー、まあ、古典会場で、うんあの、ちょうどしたところだったんですよね。ねご本人にしてみれば、そんなことないですよっておっしゃるかもしれないけれど、<laughs> 実はその奥にあるんじゃないかなって。うん、そこがやっぱ芸術のまたこう楽しさでもありますよね。うん、そうですね。あのな例えばあの、陶器作って、こう、釉薬かけて、はい、まあ、釉薬って、こうた、たまたまかけて、こう、形がこういうふうに流れていって、うん、それが炎によって、こう、う 変わってとかいうのがあるじゃないですか、はい、それがいわゆる何にも考えずに無作為にできてるんじゃないんだ、うん、やっぱりそこには作為があるんだっていう,そ,う、ね、それがアンビエントなんだっていうような話をされてましたよ、ね、偶然の産物ではないですよねやっぱりプロの作家がこう作られるものですからね、うんうん すごくね、うん、それをね、もう強調されてたし、まあ、見てて、こう、一個一個の、うちの女房と一緒に行ったんですけども、はい、女房は、これ、どういうことですかって言うと、ちゃんとその裏付けがあるんですよね、うん、その、えー、一つ一つに。でも、えー、一番大切なのは、あなたがどう思うかですよって、なんか、町村へ言ってて。 この絵を見ながらあ,もうあなたが見たことが一番正しいんであって私がまあこういう作為を持ってか、えー、作ったんだけどそれはも二次的な要素なんだって最初にあなたが見た。 あそ,のそれが一番正しいこの絵の解釈なんだっていうことも、うん、おっしゃってましたんですごく嬉しい、ね、あなんか、えー、芸術ってそういうもんなんだろうなーって思いましたよね,ね10月、うん、芸術の秋でございますのでいよいよ開催があさってまでとなっておりますので。えー 大分別府アートウィーク時葉別府店1階の方に皆様お出かけくださいそうい、ね、北村直人さんも一緒にやってますしあのここに来てもらった福田悠介さんも、はい、その3人でやってますのでぜひとも、えー、足を運んで見てみ,みら見たらいかがでしょうかっていう話ですね。はい、お願いいたします、はい、ということでそろそろお別れの時間ですお相手は吉井清松松本でしたせーのイいね